カットライン。俺の名前はヒロシ、とある商社に勤めるごく普通の会社員です。よし、仕事終わった。文太、悪いけど先に失礼するな。なんだ、デートか？違うって。今度の連休、両家顔合わせの食事会があるんだよ。それの準備。ああ、なるほど、大変そうだな。俺にはユミコという最愛の彼女がいます。ユミコとは友人の紹介で知り合い、近々結婚する予定。そして何を隠そう、ユミコを紹介してくれたのが同僚で親友であるこの文太なのです。あ、そうだ、お前ろくな服持ってないだろ。せっかくだし俺のコレクション貸してやるよ。いや、いいって。文太と俺じゃ全然サイズが違うだろう。大丈夫だって、俺のスーツは伸縮性抜群だから。ちょっと何言ってるかわからない。本当に大丈夫かよ。こうして俺は文太自慢のスーツや時計を借りることにして当日を迎えました。今日のヒロシかっこいいね。そうそう、実はこれ文太に借りたんだよ。案外着れるもんだな。あら、あらあらあら、そのスーツってもしかして。ああ、お姉さん、どうも。ねえ、それマルマーニの限定モデルじゃない？へえ、そんなにすごいスーツなんですか。俺そういうのには疎くって。すごいなんてもんじゃないわよ。一着60万円はする超高級スーツよ。え、ちょっと待って、もしかしてそれってロペックス？ああ、この腕時計ですか。これかっこいいですよね。まさか妹の結婚相手がこんなお金持ちだったなんて。ちょっとユミコ、聞いてないわよ。はあ、急にどうしたのよ、大きな声出して。こっちはね、金持ちのイケメンが全然見つからないっていうのに。この裏切り者、あんたなんてもう妹じゃないわよ。え、何よもう。どうしたユミコ、お姉さんと何かあった？さあ、わけわかんない、あの人昔からあだから。そんなことがありながら顔合わせを無事に済まし、俺たちは結婚式に向けて着々と準備を進めていきました。なあユミコ、俺さ、披露宴でどうしてもやってみたいことあるんだよね。ん？どんなこと？スーパーカーに乗ってかっこよく登場したいんだよ。どうかな？絶対盛り上がると思うんだけど。却下、いつも買ってるじゃない。それは鑑賞用のミニカーじゃん。本物に乗ってみたいんだよ。頼むよユミコ、しばらくはミニカーも買わないようにするからさ。なん？はあ、仕方がないな。ま、せっかくの機会だもんね。わかった、いいよ。おお、ユミコ、ありがとう、愛してるよ。もう調子いいんだから。そして俺たちは挙式を挙げ、晴れて夫婦となりました。あはは、ヒロシおめでとう。スーパーカーを使った演出は予想以上に好評で、会場は大盛り上がりだと思っていたのですが。まあ金持ち自慢なんかしちゃって、あー、妹に先を越されて悔しいけど羨ましいよ。さらにちょっとしたトラブルが発生しました。本来であれば明日から1ヶ月のハネムーンへ出発する予定だったのですが、旅行会社の手違いで飛行機の搭乗時間と出発空港が変更になってしまったのです。この会場から最寄りの空港だったから決めたのに、かなり遠くの空港になっちゃったわね。しかもこの飛行機今日の便だし。まあ今さら言っても仕方ないよ。旅行会社の人もすごく謝ってくれてたじゃん。でもこれじゃあすぐに出発しないと飛行機に間に合わないかもな。レンタカーの返却どうしようか。それよね、本当なら明日あのスーパーカーで空港まで行って、そこで担当の人に返却する予定だったもんね。今日はいっぱい飲んじゃったし、乗っていくわけにはいかないもんな。文太にでも運転頼めればいいんだけど、あいつもかなり飲んでたからな。代行を呼ぼうか。あ、そうだ、お姉ちゃんに頼んでみよっか。え、お姉さんに？うちのお姉ちゃん下戸だから、今日もずっとソフトドリンクだったし、運転は問題ないよ。ちょっと不安だけど、ここはお姉さんにお願いしてみようか。
そうしてお姉さんに事情を説明し、最初は嫌そうな顔をされましたが、どうにかお願いすることができました。レンタカーの担当者にも事情を伝えると、これから向かう遠くの空港まで担当者が引き取りに来てくれることに。お姉ちゃん急いで、あんまり時間がないの。ああ、でも安全運転でお願いしますね。あんたたち注文多いわね。まったくどうして私がこんな。お、この車加速がすごいわね。楽しい、ヒャッホー。ちょっと制限速度は守ってくださいよ。ねえ、さっきも説明したけど、車の返却ちゃんとお願いね。わかってるってば。もうしつこいな。ひろしさんの家に返しとけばいいんでしょ。そんなことよりこの車最高。イエーイ、私風になってる。やっぱり不安だな。すみません、こんなところまで来ていただいて。いえいえ、災難でしたね。ヒロシ、もう時間ギリギリよ、急がないと。すみません、そういうわけなんで俺たちはこれで、後のことはあの女性に頼んでますから。お姉ちゃんありがとう、行ってきます。はいはい、行ってら。行ってらっしゃいませ、良い旅を。さて、乗り心地はどうでしたか。いい車だったでしょ。あら、あなたヒロシさんのお知り合い。素晴らしい乗り心地だったわよ。さすが高級スポーツカーね。それはよかった。そんなに気に入ったのでしたら、もう少し乗っていただいても構いませんよ。本来の返却日は明日ですので。返却日？何のことかわかんないけど、じゃあそうさせてもらうわ。わかりました。それではこちらの書類にサインを。あ、連絡先もご記入ください。何これ、緊急連絡先。なるほど、知り合いじゃなくて旅行代理店の人だったのね。はい、かけたわよ。ありがとうございます。あ、免許証は後でコピーして郵送してください。では私はこれで。はあ、なんで私がそんな面倒なことしなきゃいけないのよ。そんなのあいつらにやらせればいいじゃない。私が旅行に行くわけじゃないのに。感じ悪いわね。だけどこの車があればいい男だってゲットできるかも。どうせ1ヶ月は帰ってこないんだし、乗るのに飽きたらひろしさんの実家のガレージに返却しとけばいいでしょ。ってことで早速ドライブに行きますか。数日後。さっきからうるさいわね、一体誰よ。はい。あ、もしもし、タカ子さんのお電話ですか。まだ車をご返却いただけてないようですが。あー、何よ、もしかしてヒロシさんの実家の人。ちょっと聞いてます。免許証のコピーもまだ届いていませんし、とりあえず今すぐ来ていただけますか。あー、はいはい、ちゃんと返すわよ。じゃあね。ったくキャンキャンうるさいわね。飽きたら返してやるわよ。面倒だし着信拒否しとこうかしら。そして俺たちは新婚旅行を満喫し、無事に帰国しました。いや、楽しかったな。本当にね、もっと長くいたかったよ。俺もだよ。でもそろそろ現実モードにシフトしないと。おっと、スマホの設定も戻しとかないとな。旅行中はずっと機内モードに設定していたので、それを解除すると。うわあ、早速電話だ。はい、もしもし。ああ、よかった、やっと繋がった。レンタカーの件なんですが。ああ、レンタカーがどうかされました。実はあのスポーツカーがまだ返却されてないんですよ。どういうことですか。それがカクカクシカジカでして、何度電話をかけても出てくれないんですよ。それ本当ですか。急いで本人に確認してみます。よろしくお願いします。後ほど私もそちらに伺いますので。わかりました。それでは。ちょっとお姉ちゃん、まだ返してないってどういうこと。何よ、もう帰ってきたの。何よじゃないでしょ。今すぐ空港まで車を持ってきて。まだ乗っていたかったのに残念。仕方ないわね。ちょっと待ってなさいよ。3時間後。あ、やっと来た。まったく、どれだけ待たせるのよ。あんら、ヒロシさん、ユミコ、おかえり。この高級スーパーカーたっぷり満喫させてもらったわ。1ヶ月もありがとね。いや、俺にお礼を言われても困るんですけど。なんでよ。しか
しこの車本当にすごかったわ。どこに行っても注目されるし、いい男もたくさん寄ってきたしね。はあ、それは良かったですね。よくないでしょ、黙って1ヶ月も借りるなんて。お店の方を困らせないでよ。そうですよ、本当にうちの姉がすみませんでした。はい、いえ、ご返却いただければそれで。ってことでお姉さん、支払いお願いします。え、ちょっと待ってよ、支払いって何の。いや、車の。はあ、あんた義理とはいえ姉から金取る気、信じられない、見損なったわ。いや、俺にじゃなくてこちらのお店の方に。え、お店って何。だからこちらのレンタカー屋さんに。レンタカー、どういうこと、これあんたの車じゃなかったの。あ、俺の。やだな、違いますよ、このスポーツカーはレンタカーです。は、何よそれ。だってあんたたち結婚式で乗ってたじゃない。そりゃそうですよ、だって結婚式のためにレンタルしましたからね。はぁ、なにそれ、海外ジョーク。そんなつまんない嘘はやめてよね、私騙されないわよ。いえ、この車は間違いなくレンタカーです。契約書もこちらにちゃんとございます。お姉様がサインされた名義変更の書類も。あんた旅行代理店の人じゃなかったの。じゃあこれ本当にレンタカーなの。だからさっきからずっとそう言ってるじゃない。レンタル代ですが、延滞料も含めまして合計150万になります。150万、どういうことよ。こちらのレンタル料が1日5万となりますので。はあ、そんなの聞いてない。それに名義変更なんて知らなかったのよ。何言ってるの。私何度も説明したよね、お姉ちゃんがスマホいじって適当に聞き流してたから知らなかったんでしょ。うるさいわね、そもそも面倒なこと押し付けてきたそっちが悪いんじゃない。あんたたちが代わりに料金払いなさいよ。なんでよ、勝手に乗り回してたのはお姉ちゃんじゃない。そうですよ、言った通りすぐに返してくれればこんなことにならなかったと思いますけど。ヒロシさんお金持ちなんでしょ、ちくさいこと言わずに支払ってくれたらいいじゃない。え、俺普通のサラリーマンですけど。嘘だって、高級スーツとか高い時計持ってたじゃない。え、ああ、あれは全部借り物です。ヒロシが金持ちなわけないじゃない。そういうわけで私たち立て替えたりできないからね。そんなこんな大金どうしろって言うのよ。ねえ、助けてよ、もうこんなことしないからお願いします。その後お姉さんはご両親に頭を下げてなんとか支払いを済ませることができました。しかし呆れたご両親は実家からお姉さんを追い出したそうで、今は安いボロアパートに暮らしているんだとか。なんでこんなことになるのよ、これじゃあますます婚期が遅れちゃう。一方俺はというと、ローンで購入した軽自動車で嫁とドライブするのが最近の楽しみとなっています。誰かさんみたいに見栄を張らず、身の丈に合ったつつましい生活を送っていこうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。